問題40。介護老人保健施設について正しいものはどれか2つ選べ。1番。若年性認知症の入所者を受け入れた場合には、介護報酬の加算を算定できる。若年性認知症の入所者を受け入れた場合には、介護報酬の加算を算定できる。というふうにありますが、これはその通りで丸になります。まあ、ピック病とかですね、そういうような初老期における認知症。これが原因で、 妖怪後認定を受けている人っていうのがいるわけですね。まあ、こういうような人っていうのが老犬に入所すると。若年性認知症にかかっている人が老犬に入所すると。まあ、そういう場合は、その入所者さんごとにですね、個別の担当者というものを決めて、でその利用者さんごとにの、その個性というか特性というか、そういうものに合ったケアというものを提供した場合、これはそれなりの評価というのが認められる仕組みというのがあります。まあ、これを若年性認知症入所者受け入れ加算というふうに言います。 若年性認知症入所者受け入れ加算というものですね。あの1日につき120単位を算定できると、まあ、こういう仕組みになっております。ということで、1番はこれその通おり、丸と。で、その次2番、既存の介護療養型医療施設は、介護療養型老人保健施設に転換することができる。既存の介護療養型医療施設は、介護療養型老人保健施設に転換することができる。というふうにありますが、 これはその通りで丸になります。新型老犬のことですね。元々もともとはなかったんですけど、2008年にできました。介護療養型医療施設っていうのがなくなるよというふうにですね、え決まると同時に、これ転換先として作られたわけなんですね。なので、まあ、療養型が老犬に転換するときは、この介護療養型老人保健施設になるんだと、まあ、そんなイメージ持っておくといいですね。まあ、普通の老犬よりかも医療的ケアというのが、あの、充実しているという、まあ、そんなイメージ持っておくといいかなというふうに思います。で、その次3番。 施設長は医師でなければならない。施設長は医師でなければならない。というふうにありますが、これはちょっとややこしかったですね。これ誤りになります。あの、老犬の施設長、まあ、管理者というのは原則医師なんです。お医者さんなんですね。医師資格を持っている人なんですが、まあ、ただ例外的に、まあ、都道府県知事の承認を受けているのであれば、まあ、医師でなくてもいいと、こういうふうになっていますから、 まあ普通、十中八九ですね。あの医師、資格を持っている人が施設長になっているわけなんですけれども、まあ、ただ制度的には、例外的にそうじゃないパターンというのも OK と、こういうふうになっておりますので、まあ、この説問というのは誤りということになります。ちょっと細かいポイントをついてきたなという感じですね。で、その次4番。対処児等指導家さんは、対処後に自宅を訪問して生活指導を行っても算定できない。対処児等指導家さんは、 対処後に自宅を訪問して生活指導を行っても算定できないというふうにありますが、これは誤りですね、対処時等というのは、等というのはなどという意味ですね。で、この対処時等指導家さん、じゃあその等というのはいつを指しているのかといったら、これ対処前と対処時、そして対処後、この3パターンがあるんですね。対処前と対処時、そのドンピシャのタイミングですね。それから対処後、対処の後ということですね。対処後というのも入っておりますので、 で、対処後30日以内に、ま、訪問してですね、療養上の指導なんかを行った場合には、これ、加算として算定できると、こういう仕組みになっているわけなんですね。なので、対処後というのも OK です。よって、この設問の4は誤りになります。で、その次5番。航空衛生管理体制加算は、歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が1ヶ月に4回以上航空ケアを行った場合に限り算定できる。航空衛生管理体制加算は、 歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が1ヶ月に4回以上航空ケアを行った場合に限り算定できるというふうにありますが、これは誤りになります。まあ、非常に難しいきっかけだったかなという感じには思うんですけれども、この歯科衛生士が1ヶ月に4回以上の航空ケアを直接利用者さんに行った場合に算定できる加算というのは、航空衛生管理加算になります。航空衛生管理加算。 ですけど、この説問で言っているのは、航空衛生管理体制加算。体制という言葉が入るわけですね。これはちょっと違うものになるんですね。これは何かと言ったら、歯科医師の指示を受けた歯科衛生士さんが、直接利用者さんに対して航空ケアを行うんではなくて、その看護職の人たち、その、介護職ですね。ごめんなさい。介護職の人たちに対して、1ヶ月に1回以上、 その航空ケアの仕方なんかのですね、あの技術的な指導であるとか助言なんかをした場合に、あの算定が認められている加算。これが航空衛生管理体制加算と言われるものなんですね。なので航空ケアの、まあ、プロフェッショナルであるところの歯科衛生士さんが直接利用者さんに対して航空ケアを行う場合に認められている加算。これは航空衛生管理加算。そしてこの歯科衛生士さんが介護職に対して航空ケアの あの、技術的な指導であるとか助言なんかをした場合に認められている加算というのが、航空衛生管理体制加算というもので、この直接なのか、間接なのか、間接的なのか、ここでちょっと違いがあるわけなんですね。その加算に違いがあるということになるわけですね。そこを一つの着眼のポイントとして持っておくといいかなというふうに思います。ということで、5番は誤りとなりまして、この、老犬について問うているこの問題の正解は、1番と2番の2つが正解しとなります。繰り返します、1番。 若年性認知症の入所者を受け入れた場合には、介護報酬の加算を算定できる。そして2番、既存の介護療養型医療施設は、介護療養型老人保健施設に転換することができる。この2つが正解となります。解説は以上です。